竜郭寺は、千葉県陰馬郡栄町竜郭寺にある、天台宗の寺院。天竺山尺光院と号し、本尊は、薬師如来。発掘調査の結果、7世紀に遡るがらの跡が検出されており、創建年代の古さという点では、関東地方でも、屈指の古寺である。桜風土記によれば、捨て、和道二年、竜如け元、宝金キンし薬師、木立寺、 天平二年、の知承認最高書道、三年殿下干抜、命法直説法寄付一総長、下八尺、進む曰く、我が社おろん常井南池、深い奥将に運法差は、何をし一区、受けも見返う、五必見我がムクしかも小の、即税大流書罰なり、骨前しかもさ、雨獣イタリアン。五七日、下有流心、分裂三段、当通これ、 および、金寺社教、平米同士た、寺椎枠龍角、お瀬改め龍角。原、追還院在龍原寺、その、追岡取群、今大寺村四尾寺これや。和道二年龍女が現れ、金の薬師女来像を祀ったのが創建と伝わり、天平二年尺地商人が書道を再興したと、される。翌天平三年国中が干抜となった時、 尺位の地商人は直は法事法を時を祈った。すると、身の丈八尺ばかりの老人が進み出て、私はインバ沼にいるシャオロンですが、深く商人の法沢によくしております。どうして我が身を惜しんだりいたしましょう。どうか身をもって雨に返させてください。後、私の死骸を目にするでしょうが、それは大流に罰せられたのです。と言って立ち去った。 雨がすぐに降り出した。そして、7日後、三つに裂かれた竜の姿が目に入った。大竜の許しを受けずに雨を降らせたため、シャオロンは三つに裂かれてしまったのである。その頭の部分はこの地に落ち、金字で経を移し一緒に、どうしたに埋め、竜閣寺と解消したという。また、竜の腹が落ちた地の寺が、竜原寺、尾が落ちた地の寺は、四尾寺という名前になったという。 桜風土器の伝える定器の早々伝承の東秘とは別に当地には古代から仏教寺院が存在したことは間違いない。発掘調査によって南大門から入り注文を抜け左手に近道、右手に塔、そしてその奥に行道が廃されるといういわゆる後期寺式が乱配置の遺構が検出され、創建瓦は終焉に 三重縁分のある丹弁八葉連下分の山田寺式の系譜を持つ軒丸瓦である。関東でもいくつかの寺院跡で山田寺式の軒丸瓦が出土しているが、その中でも最も古い様式を持っており、おそらくその年代は7世紀後半でも古い段階に位置づけることができよう。寺の南には最後の前方公園墳といわれる浅間山古墳や木内の大容量を浄化する。 終末期最大の豊墳龍角寺、岩屋古墳などがあり、幕田の数佐大寺廃寺、武者の新行寺廃寺、噛みつけ野の山王廃寺などとともに、国造制から律令制への移行段階に、混流された、陰派国造の領域の初期寺院とされ、機内以外では最古に当たる寺院と考えられている。龍角寺、岩屋古墳は、典型的な機内型の終末期古墳であり、 気内中枢との密接的な関係なしに理解できないという。宝墳は、陽明天皇陵の春日高山古墳や、水古天皇陵である山田高塚古墳をはじめ、蘇我馬子の墓の可能性の高い石舞台古墳と、いったように、蘇我氏関係の墳墓に採用されていること、さらに規模においてはそれらを凌駕しており、蘇我氏がその造営に深くかかっていたと推測される。 そして、竜角寺の創建瓦も、蘇我一族の蘇我倉の山大石川のマロによって創建された、山田寺式の瓦を採用していることから、竜角寺の造竜者は、竜角寺、岩屋古墳の被葬者の系譜下にあり、蘇我氏系の氏族であったとする見解もある。寺は、中世には衰微していたらしく、上級二年数佐助平常習が再建、文明年間、栄昇年間などに消失を繰り返し、 千葉勝種が再興したという。戦国時代には千葉市の醍醐を受け、天正年間には千葉国種が収蔵したと伝える。天正19年には徳川家康より20国を与えられている。度重なる火災により古い建物は残っておらず、近藤跡、仁王門関、東跡などにより、有志日の姿を忍ぶことができるのみとなっている。ありがとうございます。